私は日本共産党を代表して安倍総理に質問いたします冒頭御嶽山噴火によって犠牲となった方々への深い哀悼とと,ともに被害者の方々に心からのお見舞いを申し上げます引き続き捜索救出に全力を挙げるとともに警戒監視に万全を尽くすことを求めます総理は7月1日 集団的自衛権行行使容認の閣議決定を強行しましたしたかし、反対の世論は、閣議決定以降も広がり、どんな世論調査でも、5割から6割が反対の声を上げています。私はまず正したいのは、こうした国民の批判に対する総理の基本姿勢の問題です。総理はことあるごとに、丁寧に説明を行い、 国民の理解をを得るる努力を続けると言われますしかし、実際の行動はどうでしょうか。8月の広島・長崎の平和式戦に際して、被爆者代表から閣議決定に対する強い批判が総理に突きつけられました。長崎の被爆者代表は、集団的自衛権行使について、私たちは納得していませんと総理に訴えました。ところが総理は こののの訴えを見解相違と捨てたのです総理、このどこに丁寧な説明、国民の理解を得る努力があるというのですかここにあるのは、異論に耳を貸さない強権姿勢だけではありませんか、異論を見解の相違と切り捨てるなら、民主政治は成り立たなくなると考えませんか、答弁を求めます。 集団的自衛権の行使とは、日本に対する武力攻撃がなくても、他国のために武力の行使をする、海外での武力行使を行うということです。その現実的な危険がどこにあるか、2001年のアフガニスタン報復戦争、2003年のイラク侵略戦争のような戦争をアメリカが引き起こした際に、従来の 海外派兵法にあった武力行使をしてはならない、戦闘地域に行ってはならないという二つの歯止めを外し、自衛隊が従来の戦闘地域と言われた地域にまで行って、軍事活動を行うことになることは、我が党が国会論戦で明らかにしてきたことです。そうなれば、自衛隊が攻撃対象とされ、総理は攻撃された場合には、 武器の使用をすると認めましたそれは自衛隊が戦闘に参加することに他ならないではありませんか安倍政権がやろうとしていることは日本の国を守ることでも国民の命を守ることでもないアフガンイラク戦争のような戦争で自衛隊が米軍と肩を並べて戦争を行う海外で戦争する国づくりこそ その正体ではありませんか日本共産党は集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回しその具体化のための立法作業を中止することを強く要求します総理の答弁を求めます私たちの住む北東アジアにはさまざまな紛争問題がありますしかしそれに対してもっぱら軍事で構えたらどうなるでしょう 軍軍事対軍事対の悪循環に陥ってしまいまいす今日本にとって何よりも大切なことは憲法9条に立った平和の外交戦略を確立することではないでしょうか日本共産党は次の4つの目標と原則に立った北東アジア平和協力構想を提唱しております第一に 紛争の平和解決のルールを定めた北東アジア規模の友好協力条約を締結する第二に北朝鮮問題を六角協議で解決しこの枠組みを地域の平和と安定の枠組みに発展させる第三に領土問題の外交的解決を目指し紛争をエスカレートさせない 行動規範を結ぶ第4に日本が過去に行った侵略戦争と植民地支配の反省は不可欠の土台となる以上4点でありますがこれは決して理想論ではありませんそれは ASEAN アアの国々が現に作っている東南アジア友好協力条約のような紛争の平和解決の枠組みを北東アジアにも構築しようという ものであります私は我が党が提唱する北東アジア平和協力構想の方向こそ、この地域に平和と安定をもたらす最も現実的かつ抜本的方策であると確信するものであります。総理の見解を求めます。え次に、暮らしと経済について質問します。消費税増税増後の 月期の GDP は年率換算でマイナス7.1%の落ち込みとなりました特に家計消費はマイナス19.5%とこの20年代で最大の落ち込みとなりました現在の経済状況について総理の認識を2点伺いたい1つはなぜこれだけの家計消費の落ち込みが 起きたのかという問題です政府が言ってきた駆け込み需要の反動ではとても説明がつきませんその根本的要因は働く人の実質賃金が前年比で14か月連続マイナスとなっていることにあります円安による物価上昇に消費税増税が加わって給料の目減りが いいているのであります総理は、実質賃金の低下が家計消費落ち込みの根本的要因であることを認めますか、お答えいただきたい。今一つは、家計と経済のこの深刻な事態を想定内と考えているのかという問題です。もしも総理がこの事態を想定内と言い張るならば、安倍政権は実質賃金の低下、 給料の目減りを想定した経済政策を取っていることになります。総理、政府の想定を超えた事態が起きていることを率直に認め、経済政策を転換する勇気が必要ではありませんか。めっくな答弁を求めます。日本経済は好循環どころか悪循環の危険水域に入っています。日本共産党は 暮らしと経済を立て直すために、4つの緊急提案を行うものです。第一は、消費税10%への増税をきっぱり注視することであります。国民の実質所得が減り続けるもとで、さらなる増税で所得を奪い取ることは、日本経済にとって自殺行為になると考えますが、いかがですか 第2は285兆円まで膨れ上がった大企業の内部留保の一部を活用して大幅賃上げと安定した雇用を増やすことです。そのために政治がなすべきことはないか。非正規から正社員への流れを作る雇用のルール強化、サービス残業の根絶と長時間過密労働の是正、 ブラック企業の規制、中小企業への抜本的支援と一体での最低賃金の大幅引き上げなど、所得を増やす政策を取るべきではありませんか、生涯派遣、正社員ゼロに道を開く労働者派遣法の抜本改悪、残業代ゼロの労働時間規制緩和は、使い捨て労働過労死をひどくし、 賃下げをを促進すすするるるももののでであありりことを強く求めるものであります第三は、社会保障の切り捨てから充実へ、抜本的転換を図ることです。安倍政権が6月に決定した骨太の方針では、社会保障給付の自然増を正規なく見直すことが明記されました。 自然増を削るとなれば、今の給付水準をさらに引き下げることになります。かつて、小泉内閣が進めた社会保障費の自然増を、毎年2200億円削減する方針は、医療崩壊、介護難民を作り出し、日本の社会保障をボロボロにしてしまいました。自民党もこれを諸悪の根源と反省し、麻生内閣の下で、この方針を撤回したではありませんか。 それを臆面もなく復活するつもりですか無安静、無責任な社会保障切り捨て政策を中止し、充実へと舵を切るべきではありませんか第4は、税金は負担能力に応じてという、大脳負担の原則に立った税制改革によって財源を作り出すことです。富裕層への優遇税制のために、 所得1億円を超えると、税負担が軽くなるという逆転現象が起きています。大企業への優遇税制のために、法人税の実質負担率は、大企業が13.9%、中小企業が24.7%と、ここでも逆転現象が生じています。この不公平を正す税制改革こそ、最優先の課題ではありませんか。 国民に消費税大増税を押し付けながら、大企業に減税をばらまき、その財源との口実で外経標準課税の拡大など、赤字で苦しむ中小企業にも増税を強いるというのは、税の歪みを二重三重にひどくするものであり、断じて認められません。企業から家計へと軸足を移す経済政策の転換が必要です。 我が党の緊急提案に対する総理の見解を問うものです次に福島の復興と原発問題について質問します原発事故から3年半が経過した今なお福島では12万5千人を超える県民が厳しい避難生活を強いられています福島県民の願いに寄り添い それに応える政治が強く求められています。総理の基本姿勢を2点に絞って伺います。一つは、全会一致の県議会での決議など、オール福島が求めている福島第二原発を含む県内全10基廃炉の願いに応える意思があるかです。総理は昨年9月、福島第一原発の5・6号機については、 東京電力に廃炉を要請しました。しかし、福島第二原発の四つの原子炉については、いまだに廃炉を要請していません。オール福島の願いに応えて、東電に廃炉を要請する意思があるのか否か、しかと答弁願いたい。今一つは、オール福島が求めている完全賠償の問題です。全庁避難を強いられている 浪江町民は被害実態にふさわしい損害賠償を求めて原子力損害賠償紛争解決センターに集団申し立てを行いましたそれを受けて紛争解決センターは慰謝料増額の和解案を提示しましたところが東京電力はその受け入れを拒否し続けています総理東電の和解案拒否は損害賠償請求を 円滑迅速かつ公正に解決するために、中立公正な国の機関として設けられた原子力損害賠償紛争解決センターの存在意義を否定するものだと考えませんか理不尽な東電の和解案拒否に対して、沈黙を続ける政府の姿勢に、不信と怒りの訴えが寄せられております。総理東電に対して和解案を受け入れるよう 強く指導すべきではありませんか明確な答弁を求めます安倍政権は全国の原発再稼働の突破口として九州電力仙台原発の再稼働を強行しようとしています総理に二点伺います第一は巨大噴火への備えについてです原子力規制委員会は 巨大噴火を数年単位で予知し、予知された時点で原子炉を止めて燃料棒を運び出すとしています。しかし、規制委員会の検討会合でも、専門家から、噴火予知は無理との意見が噴出しております。気象庁の火山噴火予知連絡会会,会長の藤井敏次東大名誉教授も、前兆現象を 数年前に把握できた例は世界にないと言っています。総理、巨大噴火が数年単位で予知できるという科学的知見が一体どこにあるのか、具体的に提示していただきたい。第2は避難体制についてです。九州電力は仙台原発で火酷事故が起きれば、19分後にはメルトダウンが起こり、 1>, 1時間半で格納容器が壊れると認めていますところが内閣府が9月12日にまとめた避難計画などの緊急時対応には避難に要する時間は一切示されていません総理はこの避難計画を具体的かつ合理的と評価して了承したと言いますが限られた時間内に避難ができるかどうかもわからない避難計画の一体どこが 具体的かつ合理的なのですかはっきりお答えいただきたい、噴火は予知できるという新たな安全神話と、無責任な避難計画で再稼働を強行するなどということは、断じて許されるものではありません、総理の答弁を求めます。え最後にに沖縄の米軍基地問問題についいて質問いたしますす安倍政権が抗議する県民を 強制排除して名護市辺野古の新基地建設に着工したことに県民の激しい怒りが吹き出しています9月3日沖縄県議会はまるで戦後の米軍占領時代に銃剣とブルドーザーで住民を追い出して土地を奪った米軍のやり方と同じだと厳しく批判し工事の即時中止を求める意見書を 採択しましまた9月7日の名護市議選挙では、新基地建設反対の稲嶺市長を支える与党の当選者が過半数を占めました。名護市では2010年の市長選以降、2回の市長選、2回の市議選で市民は新基地建設反対の意思を示しています。さらにに県民世論調査では実にが 新基地建設反対と答えていますところが菅官房長官は9月10日の記者会見で11月の沖縄県知事選挙について辺野古の新基地建設は知事が承認し粛々と工事しておりもう過去の問題だ争点にはならないなおと述べましたこの発言が大きな怒りを呼んでいます総理あなたもこの問題を 過去のの問題と考えているのですか知事選で県民がどういう審判を下そうと、それに変わりなく、あくまで新基地建設を強行するつもりですか県民の意思を一個だにしない姿勢は、民主主義を否定するものだと考えませんか新基地建設は過去の問題ではありません。時代を担う子どもや孫に 過言を残すことはできないという沖縄の将来が鋭く問われている問題なのです総理の答弁を求めます日本共産党は名護市辺野古への新基地建設に断固反対するとと,ともに普天間基地の無条件撤去基地のない平和な沖縄を目指して全力を尽くす決意であります集団的自衛権暮らしと経済原発 米軍基地、どの分野でも、安倍政権の政治は国民多数の民意に背き、日本の国を滅ぼす、亡国の政治と言わなければなりません安倍政権打倒の国民的大運動を起こすため、国民と共に戦い抜く決意を表明して、私の質問を終わります。 市井和夫議員にお答えをいたします御嶽山の噴火への対応についてお尋ねがありました御嶽山の現場では噴火活動が続く中警察、消防、自衛隊による懸命の救助活動が行われていますがいまだ連絡の取れない方々がおられます政府としては二次災害に留意しつつ引き続き関係機関が一体となって救出活動に全力を尽くしてまいります今後の噴火活動に最大限の警戒を行い 国民生活への影響にも万全の対策を講じてまいります。集団的自衛権に関する閣議決定についてのお尋ねがありました。今回の閣議決定については、衆参両院の予算委員会における閉会中の集中審議をはじめ、各審議や社会見などで類似にわたって丁寧に説明し、国民の皆様のご理解を得るよう努めてまいりました。閣議決定を実施,す実施に移すためには、今後、 国会に法案を提出し、ご審議いただくことが必要となりますが、野党の皆様との真摯な議論も通じ、わかりやすく説明し、国民の一層のご理解を得るよう努めてまいります。<laughs> 自衛隊の海外における戦闘への参加、閣議決定の撤回などについてお尋ねがありました。先般の閣議決定においても、憲法第9条の下で、許容されるのはあくまで我が国の存立を全うし、 国民の平和な暮らしを守るため、まあ、すなわち、我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置としての武力の行使のみです海外兵は。海外派兵は一般に許されないという従来からの原則も全く変わりありません。そして自衛隊がかつてのイラク戦争やアフガン戦争での戦闘に参加するようなことは、これからも決してありません。まあ、これは 予算委員会等を通じてて何回も答弁してきたりりでありま,すまた、他国の防衛、それ自体を目的とする集団的自衛権の行使を認めるものでもありません。従って、外国を守るために、日本が戦争に巻き込まれるということは決してありません。政府としては、閣議決定で示された基本方針のもと、安全保障法制の整備に向け、 精力的に準備を進めていく考えであります。北東アジアの平和と安定について、共産党の構想についてお尋ねがありました。日本は必要な防衛力、抑止力を維持すべきと考えておりますが、もっぱら軍事で,か、えー、軍事で構えているという批判は的外れであります。こののの地域の平和と安定のためにはまず 法の支配を遵守し、問題があれば話し合いを通じて平和たちに解決していくことが必要であります。近隣諸国同士がお互いに意思疎通を図り、関係改善に向けて努力を重ねていくことも地域の平和と安定にとって有益です。そして対極的な観点から未来志向の関係を築いていくことが重要と考えます。家計消費と賃金についてのお尋ねがありました。一人当たり 名目賃金に雇用者数を乗じた国民全体の所得、賃金である雇用者所得は昨年4月以降上昇基調にあります。しかしながら今般の物価上昇によりまだ賃金の上昇を実感しづらい状況であることも事実であります。また消費税率の引き上げに伴う書き込み需要の反動の継続や天候不順といったことを要因として家計消費は確かに 足踏みが見られます。このため、物価上昇や天候不順などによる景気への影響にも慎重に目配りしつつ、成長戦略の確実な実行等により、景気回復の実感を全国津々浦々にまで届けてまいります。消費税率の10%への引き上げについてのお尋ねがありました。消費税率の引き上げは国の信任を維持するとと,ともに、 社会保障制度をしっかりと次世代に引き渡し、子育て支援を充実していくためのものです。他方、引き上げにより景気が悪化して、税収も増加しないという事態に陥ることは絶対に避けなければなりません。経済再生と財政健全化の両立、この道しかありません。消費税率の10%への引き上げについては、経済状況等を総合的に勘案しながら、本年中に適切に判断してまいります。 賃上げや雇用についてのお尋ねがありました。働く人がより豊かになるよう、非正規雇用の方々の正社員転換や処遇改善を進めるとともに、中小企業等への支援を図りつつ、最低賃金の引き上げに向けて努めてまいります。一方で、賃金不払い残業や過重労働などについて、 重点的な監督指導を行うとともに、法に違反するものには引き続き厳正に対処してまいります。労働者派遣法の改正については、派遣労働者のキャリアアップを支援するとともに、派遣期間の設定について、労使、双方にとって分かりやすい制度とする観点などから行うものであり、障害派遣、正社員ゼロとのご指摘は当たりません。 新たな労働時間制度については、希望しない人には適用しない。職務が明確で高い職業能力を持つ人材に絞る。賃金が下がることのないようにする。との三原則のもと、検討を進めており、残業代ゼロ制度とは全く異なるものであり、そのようなレッドル張りは不適当と考えます。 以上のように、安倍内閣としてはすべての人々が生きがいを持って働くことができる環境を作っていくことが重要と考えており、使い指定労働、過労死をひどくするとのご指摘は当たりません。社会保障費の伸びについてのお尋ねがありました。社会保障費の伸びを毎年2200億円抑制していくという小泉内閣時代の方針は、社会保障費が増大し、 制度の持続可能性を確保することが何より重要であった中で、何とか制度を合理化しようという試みであったと認識しています。社会保障改革にあたっては、単純に社会保障費の伸びに、機械的なギャップを、キャップを買って抑制するという手法ではなく、必要な給付やサービスの必要を維持しながら、いかに効率化を図っていくかが課題です。 一つ一つの改革を積み上げていくことにより、引き続き、中ュと負担の均衡が取れた、持続可能な制度の確立に努めていきます。消費税率引上げと、富裕層や大企業の融合についてお尋ねがありました。消費税率の引上げは、社会保障制度をしっかりと次世代に引き渡し、子育て支援を充実していくためのものであり、その増収分は、 全額社会保障の充実安定化にあたられ国民に還元されますまた所得税や相続税の最高税率を見直すなど再分配機能の回復にも取り組んでおります法人税改革については日本の競争力を高める観点から法人税を成長志向型に変革していくことで経済の好循環を通じ国民生活の向上につながっていくものと考えています また、地方経済を支える中小企業、小規模事業者への配慮の観点も含め検討していくこととしており、大企業に減税をばらまき、中小企業に増税を知るとの御指摘は当たらないと考えます。福島第二原発についてお尋ねがありました。福島第二原発については、今後のエネルギー政策の状況や、新規規規制基準への対応、 地元の様々なご意見等も総合的に勘案しながら、事業者が判断を行うものと考えています。東京電力の損害賠償についてお尋ねがありました。原子力損害賠償紛争解決センターに対する浪江町の住民の方々からの申し立てについては、現在、若い仲介の手続きが継続中でありますので、個別の事案についてのコメントは差し控えます。 今後とも東京電力に対しては、丁寧な対応を求めてまいります。仙台原発の再稼働についてお尋ねがありました。仙台原発の審査にあたっては、火山による影響についても、原子力規制委員会が厳格な審査を行っており、再稼働に求められる安全性は確保されていると考えています。避難計画を含む、 仙台地域の緊急時対応については、要援護者を含む住民の避難や、屋内退避の実施について、具体的な手順、行政区ごとの避難先の施設、複数の避難経路、必要な輸送バスの確保策が細部まで狙えており、全体として十分に具体的な内容になっています。 また、IAEA、e、国際基準、国の指針に沿って、原発からの距離に応じて、退避をあ、避難をはじめとする防護措置を実施する合理的な内容となっています。安全審援は無責任な避難計画という指摘は当たりません。国も前面に立ち、地元に丁寧に説明してまいります。 普天間飛行場の移設についてお尋ねがありました最も大切なことは、住宅や学校に囲まれ、市街地の真ん中にある普天間飛行場の固定化は絶対に避けなければならないということです。これが大前提であり、かつ政府と地元の皆様の共通認識であると思います。普天間飛行場の移設に必要な辺野古の埋め立て申請は、 昨年末に承認されました法治国家として関係法令にのっとり、すでに判断が示されたものと考えています。普天間飛行場の一日も早い返還こそが地元の皆様の願いだと思います。普天間の固定化を回避するため、法令に従い、辺野古移設を着実に進め、負担軽減に取り組むことが、 民主主義を否定すするとのとのご指摘は当たらないと考えます沖縄の将来のためにも、一日も早い普天間の返還を実現し、目に見える形で沖縄の負担軽減を図ることができるよう、政府を挙げて全力で取り組んでまいります。